こんばんは、村上めぐみです。小泉秀明です。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、今夜も始まりました。はい、小泉さん、はい、先週に引き続き、そうですね、本日はですね、焼肉ビーフマン館内店からお届けして、忘年会スペシャルということで、はい、そうなんです。耳を澄ましていただくと、もしかしたら前回よりもこの聞こえますか、ね、しゃぶしゃぶのグツグツ感が聞こえるんではないのかなと。先ほどはですね、うん、先ほどと言うとおかしいですね、うん、先週はですね、先週ですね、はい、先週は、単しゃぶだったんですが、今私の目の前には座布団、座布団の、ね、はい、しゃぶしゃぶが来てますから、ぜひ座布団って食レポしてくださいよ、はい、そうですね、うん、ちょっと食レポします、うん、ではいただきます、うん、はいはい、座布団。もう野菜をね、こう食べながら、これあれですよね、喋るだけの食レポって一番難しいなって思うんですけど、あー、見えないですからね、見えないですからね。いただきます。はい、はいはい、ちょっと今日のゲストのマットさんが目の前でニヤニヤと笑っているのを横目にいただきたいと思います。なかなかね、あー、いいですね。私はですね、この座布団は少し赤みが残ってる状態が好きなので、いただきます。はい、これはごまとポン酢どちらがおすすめですか？僕はごまのが好きですね。ごまですね、うん、じゃあいただきます。ごまだれね、いいんでしょうかね、こういうオープニングでね。もう最高ですね、まあ、いいのかいただきます。食レポ、食レポ、うん、もうほんとに、うん、溶けますね、口の中で。あー、いい表現ですね。今もう喋らなきゃいけないと思って噛むのを忘れて飲み込んでしまったんですけども、うん、本当にそれぐらい歯がいらない。野菜もうまい野菜も美味しいです、うんうん、はい、ちなみにこれ座布団はどこら辺なんですか、座布団って。どこら辺なんですかね。前回あれですよね、リブロースのちょっと 上あたりの、うんうん、ちょっといいところ、希少部位って言われる場所ですよね。そう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 、要はまあ、うん、お肉屋さん行っても、ね、なかなか置いてるとこと、はい、うん、置いてないところがあるような、そういうちょっと貴重な部位なんですね。そこをしゃぶしゃぶしてね、え、贅沢ですね、はい、うん、もう一枚あるので、私は後でポン酢で食べたいと思います。はい、はい、ということで、今回もですね、素敵なゲストを招きしてお届けしていきたいと思います。はい、最後までお付き合いください。私たちはハウスドゥです。あなたの家、不動産買い取ります。安心の全国ネットワークハウスドゥ、訪問時にその場で価格提示、ハウスドゥ、安心してお売りください。お問い合わせは 0120-45-3170、 家不動産買い取り専門店、港北ニュータウン店まで。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、賢者の部屋。混迷の時代を勇敢に生き抜く賢者を招き、これからの未来に立ち向かうためにさまざまな提言や生き残る術を模索する賢者の部屋。今夜お迎えしたゲストは、先週に引き続き神奈川大学経済学部現代ビジネス学科、小山和信教授です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今回はですね、2回目の登場となります。毎週金曜日お昼12時30分から放送している番組、マット安川のズバリ勝負でもおなじみのマット安川さんです。マットさん、よろしくお願いします。マット安川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、小泉さん、はいはい、まあ、あの前回からですね、うん、引き続き、うん、今回はですね、うん、あの小山教授にいただいた素敵なテーマを後に、ね、はい、3回、なおかつ僕と小山先生をですね、はい、うん、引き合わせてくれたのがマット安川さん。なるほど、これは忘年会には来てもらわないと困るだろうと。そうですね、いうことで、もう早速お肉食べてますねありがとうございます。もうずっと止まらないです、うん、はい、もうお肉ないですね、はい、美味しいな、ビーフマン美味しいですよね、うん、そして小山教授も、はい、もう前回からですね、そろそろワインがあのなくなりそうなんですね、はい、ありがとうございます。言っていただくと、本当に肉とね、このワインが合いますね。うん、赤ワインで本当に追加が来ましたよ。追加が、うわ、すごいな。続いてきたのはこちらが、神戸牛の炙り握りというですね、しゃぶしゃぶ食べながら、こう握りが間に入る、来るっていう、すごいですよね。このちょっとおしゃれな感じで、一人一貫ですので、一人一貫で、どうぞ、はい、じゃあ、じゃあ小山教授と私は一緒に食べたいと、はい、うん、これは炙り握りなんですね、うん、うん、おー、いかがですか。まあ
僕自分の店で言うのもあれなんですけど、はい、これ本当に食べた方がいいですね。北海道ね。いや本当です ね。この赤身というか、ね、赤身でこの味が出る。うまいんですよ。でこれシャリにもこのタレがかかってて、うん、絶妙ですね。だからお肉お肉お肉で攻めてくると思いきや、うん、途中でこの炙りにぎりをこう挟む、かぶしてきますね。かぶしたわけじゃないですからね。スッとこうね、あのワンポイントリリーフみたいな感じで、ね、素晴らしいタイミングで、どうですか先生。あの、ね、あのお米のご飯と肉って合いますよね。そうですよね。本当美味しいですよ。うん、あのよくほらあの牛丼なんてね、はいはいはい、やっぱり肉とあの飯はこれ相性いいんですよね。美味しいですよ。さあそこで最後村上さんがこう、はい、ショックレポをするみたいな、ね、そうですか、なんかあのグルメ番組みたいな。いやグルメ番組以上に難しいですよね。ラジオですから。そうなんですよ、はい、難しいんですよ。腕の見せ所です。村上さん私がですか、オープニングに引き続き伝わらない。先生ワインもね、はい、あ、いただきます。ありがとうございます、ね、どんどん来ますね。あ、うん、どうですか食レポいいですか。うん、うん、もぐもぐと、もぐもぐと言っているんですが、おいしいです。小泉さんがあの食レポしてました、ね、逆に映ってないですからねその姿は。そうですね、はい、うん、だいたい想像していただければと思うんですけど。そうですね、うん、ということで本題に戻って、はい、そうなんです。あの今回はテーマとしてですね、下から目線のリーダーシップということで、あのマットさんはスポーツの現場にもいろいろとね精通してらっしゃるので、今回はマットさんからですね、このスポーツの世界におけるリーダーシップのお話なんかも聞いていきたいなと思うんですけれども、まずはマットさんが思うリーダーシップとは何だと思いますか。いやもう先週実はね、お聞きさせてもらったわけなんですけれども、小泉さんとね小山先生のリーダー論っていう話ちょっと出てましたけれども、まあ、まさにそれにもものすごく近いんですけれども、非常にやっぱこのリーダー論ってすごくね、あの難しい、一つには言えないと思うんですよね、はい、まあ、やっぱ今の日本にはこのリーダー論っていうのをどんどん廃止してるような感じが、逆に環境があるんじゃないでしょうか。だからリーダーって突出して誰よりも、あの腕が才能があったりっていうではなくて、何かこうみんなが1位、2位、3位を本当垣根を取っちゃうというか、すごくお手手つないで、ね、そういうことですよね。全員ゴールの幼稚園の徒競走、ね、あ先生ダメですよね。ダメですよ、ダメですよね、うん、あれはね結局ねもう非常に残酷なことなんですよ。ああ残酷。そう、例えばね、うん、成績悪いけどね走らせたら誰より速いっていう子いるでしょ。あ、いますいます。そういう子にとってはね、それはね、うん、運動会はねもう本当生きがいみたいな。そういう時はちゃんとスターはスターにしてやればあげればいいんだよね。ああそうですね、うん、それから成績のいい子はテストでね、うん、満点取ったら発表する。でそれはそれでスターにすればいいし、それからね他は何にもダメだけどね、うん、泳がしたら誰より速いって、うん、それぞれね、うん、みんないいんですよ。それスターを作ればいいんですよ。なるほど。そうするとねよくじゃあどれもダメな子はどうすんだみたいな、そんなねどれもダメななんてないんで、それは自分か何かね、うん、これだけは負けないものを探せばいいんですよ。そうですね、うん、あでもそれは昔のね、そうそう学校にはありましたね。ありましたね、うん、あいつはね頭悪いんだけど足だけ速いとかね、運動会だけはスターになるという、うん、共産主義の方がいいってことですかね。 ある意味その部分では。そうだ、私前にね、うん、マットさんと、うん、あのこのお店なんか私前にも来たことあのご招待いただいてね、はいはいはい、でその時確かねあのボイスカウトの話したんだと。あはいはい、ボイスカウトね、うん、私ボイスカウトずっとやっててね、うんうん、まあ、リーダーまでやってますからね、うんうん、とね ああいうキャンプなんか行くとねあの学校の成績関係ないんですよ、うん、はい、うん、まあ、両方できる子もいるけど、うんうんうん、まあねああいうボイスカウトなんかでねきちっとリーダーシップ発揮してねちゃんと下 の、うんうん、あのスカウト育てて、うんうんうん、あのボイスカウトっていうのはね小学校6年からね、うんうんうん、あの中学3年生までなんですよ、うんうんうん、だから違う学年の子どもたちがね、うんうん、あの一緒にキャンプして非常に親密に触れ合うっていう、うんうん、これなかなかあんまりないんですよね、うんうん、他で、うんうん、まあ、同学年のねあの交流があるけど、
うん、そういうところできちっと下のものの面倒を見て、うんうん、あのリーダーシップ発揮するっていうね、そうですね、これはね、あの必ずしも勉強できるからそれができるとこれ問題ですよね。誰か問題点でよく小泉さんとも話すんですけど、うん、問題点、問題を挙げたところで、結局上の句を挙げたところで、じゃあ下の句がない世の中じゃないですか、じゃあどうするかっていう、うん、リーダー作りどうしなきゃいけないんだっていうのを、例えば小泉さんなり大山先生は民間で自分の会社の中でやられてると思うんですけども、逆に政治家やスポーツ界が逆にそういうのをなかなかできない状況なのかなと思います、ね、うん、学校教育だからそこはすごいやっぱきついですよね、うん、スポーツなんかは意識しなくても実力社会になっていったりとか、はいはい、まあ、あと先輩後輩、要は先輩が技術を後輩に教えるとかっていうのがあるんで、うん、どうしてもこうそこは無視できなくて、やっぱ根強く残ると思うんですけど、普通のね学校教育がもうダラダラになっちゃってるじゃないですか、うん、そうね、うん、それとね、まあ、この下から目線のリーダーシップっていうとね、はい、あのもう一つ の, あのコンセプトはね、はい、上司と部下がいいじゃないですか、はい、ね、会社でも、はい、あのまあ、官庁でもどこでも、はい、でそ の, あの上司を動かすのが上手な部下っているんですよ、います、うん、います、ね、いるでしょ、うん、小泉さんもそう、います、います、あのね、ついつい勘に触るようなものの言い方をすると意地悪に要は動いてあげたくなくなるんですけど、それが逆にこううまくこう立ててもらいながらなると気持ちよく物事を動かしちゃうんですよね、いますよ、これがね、まあ、下から目線のリーダーシップのもう一つのコンセプトね、まあ、先週言ったのはね、あのリーダーシップの 善悪を、あの良品をその決めるのはね、命令された方だっていう話だったんですけど、まあ、今回はね、そのあの、まあ、地位とか職位から言えば下なんだけど、うんうんうん、それが上を動かすっていうね、うんうんうん、これはまあ、いわゆる進言っていう形で、ね、うんうん、いろいろ下からね、あ、うん、で例えばこれ患者がせあの医者を動かすとか、うんうんうん、から生徒が先生を動かすとか、これありますよね、うんうん、僕ね、あれがいいですよ、うん、秀吉に進言してた黒田官兵衛、ああそう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 、ああいう感じですよね、そうそうそう、軍師、うん、軍師、スポーツですと、そういうものって結構ダメになった時によく、まあ、先ほどね小泉さん力のやっぱりスポーツだって言ってましたけれども、うんうん、やっぱり選ばれた人がそのナンバー選ばれますよね、うんうん、でそんな選ばれない人いますよね、はいはいはい、あれ選ばれないから逆にいいんですよね、その時は選ばれることしか考えてないんですけども、うんうん、選ばれた人も気づいてないんですけども、補欠に一回なると、補欠ってやっぱり自分でその相手のためにグラウンド整備をしてあげたり、これがものすごく大事で、だからそのレギュラー陣って甲子園行ってそのプロ行ってまだ気づいてないんですよ、うんうんうん、まだプロ野球選手って今やってる選手もまだ気づいてないんですよ、うんうんうん、でもこの諦めというか挫折とは言わないですけれども、そういった方の方が人を見れる能力ってもう早く学べるんですよね、なるほどなるほど、これが僕社会にものすごく役に立っているのかなと思いますね、うんうんうん、そうですね、そういう苦労っていうのはね絶対無駄になりませんよね、うんうん、それでまた奮起するしね、うん、この別になってね、うん、だから僕すごいなと思うのは、うん、そのこう現実社会で起きていることを先生のフィルターを通すとこう学問にスッスッスッってこうね、うんうんうん、整理整頓されてっちゃうみたいなところがあって、うん、この間のね大学ちょっとお邪魔させてもらった時が、うん、ね、これはすごいなと、学問侮れないなと、いや僕もあれにさせてもらったんですけど、小泉さんがね講演していただいて喋ったことの総括として話した時に、学問的に小泉さんのだったことを、そうあれ解説されたのにはちょっとびっくりしましたね、あの一番美味しいところを持ってかれたような感じあったんですけど、ね、でも今日のしゃぶしゃぶみたいな、いやいやいや、最初僕もこうちゃんと聞いてんのかなこの人と思ってたんですけどね思わぬ回答が来てるね、びっくりしました、だからすんごい最後の座りが良かったんですよ、うん、すごく気持ちよく、あれはね、技術的Sカーブを、まあ、応用した話で、まあ、小泉さんの話でね、はい、要するにもうこれは俺は転職すると決めて覚悟を決めてね、思い切って飛び出したっていう話があったんでね、でそれともう一つはでも自分がやっぱり一人前になるまではね、石の上にも3年で3年間じっと辛抱しなさいよっていう話されたり、でこれ普通聞くとちょっと一見矛盾しているように感じるでしょ、辛抱していなさいという時と、もうこれはと思ったら決意決めて飛び出せと、
だからこれはでも私は小泉さんの体験談を聞いてね、これちゃんと辻褄合ってるんですよ、うん、っていうのはね、技術的 S カーブっていうのはね、まあ、ちょっと理屈っぽくなってまたみんな眠くなっちゃうかもしれないですね。 S カーブですよね、うん、S カーブ、 S カーブ、要するに最初はまあスキーでもね英語でもね何でもそうだけど、最初は努力した割にあの成果が上がらない時期がずっと続くんですよ、はい、これはだからあの機関車とかね、うん、あるいは最初の飛行機とかね、まあ、速度を上げようとしても上がらないっていう、これ技術的 S カーブ、はい、でもある時あるなんか工夫を凝らした時にね、なんかこうやり方があの気づいてあのノウハウができてきて、スーッと成果が上がる時が来るんですよ、うんね、でスキーとか水泳とかそうじゃないですか、でスーッと上がるんだけど、その後また今度停滞期が来るんですよ、今度はもう努力してまた上がらない時期と、このね最初の停滞期と上の停滞期よく似てるんだけども、それは実際は違うんで、最初の停滞期っていうのはまだあのよく分かってない、だから上がらない成果がね、でも後の衰退期はもうちょっともう飽和状態で、そこはブレイクスルーが必要だっていうね、だからその小泉さんの最初の3年は我慢してっていうのは、これねまだ自分にねあの力がない、ノウハウがない時期なんですよ、ここでねここでやめちゃうと本当にもう転々とするようなね、もう本当に殺伐として、いつまでたってもね、例えばスキーではねもう転ぶからやめて次スケートやる、スケートも転んでばっかりいるからやめて水泳やる、水泳やってとうとう溺れちゃったみたいなね、それじゃダメなんで頑張ると、そこいや、ね、そこ国の辛抱というかための時間があったと、ね、そうそうそう、でその後だけどこの滑り方じゃこれ以上速くない、国体レベル行くにはもっと違うねスキーの滑り方、今度一回ガラッと変えると、だからここ難しいですよ、だからまあ機関車、蒸気機関車が電気になったり、ね、プロペラの飛行機が、ね、改良してもうこれ以上速くならない、ジェット旅客ジェット機になる、それでまたブレイクするでしょ、で それもあれ、その話は、ね、まさにそれはよく当てはまる話だったんですよ、これが備ってるからリーダーになれるんじゃないですかね、はい、やっぱり、そ、ね、それが分かってて、お前は今、ね、動く時じゃないぞと、お前はそろそろ、ね、自分で考えてやれよと、これがやっぱり分かって言える人と、ただね、闇雲に行ってるとね、これは言われた方が意味悪でね、あでもそれは価値ありますね、部下のこれからのブレイクスルーを予言するような上司だったら、それはビシビシこう過去の何人も当てていると、そこはやっぱ信用してついてきますね、だからこれはまだ仕事ができないんだっていう人間にね、もうガミガミガミ言ったってダメなんでね、それはやっぱりもうあの自分の方がリーダーの方が我慢して育てる時期でしょ、できるようになってきて、もう相当できてるのにね、俺できないできないって言ってると、でこれどうなんだって聞いてきたら、そのぐらい自分で考えろよと言って突き放すとかね、で最初からできないのにどうするんですかって突き放してたら、これできるようになるんだよね、そうですね、だからこの S カーブのその伸び悩んでるところと、まだ伸びる前の停滞と、この2つをちゃんと色分けできるって非常に大事ですよね、なるほど、小泉さんの話はそこをね、見事についてたんでね、分かりやすかった、ついちゃった別にこれ打ち合わせしたわけじゃないですよね、全然打ち合わせしてないけど、アドリブでやってて、そうそうそう、だから僕はね、この年にしてもう一回勉強し直した方がいいんじゃないかと、ぜひ社会人講座で、そうです、自分がねやってきたことがどうやってこう学問に落としていくと、理屈が合ってくるのかっていうのは、多分整理整頓できるんで、これ50を前にこう社会人講座ですかね、社会人講座、面白いっすよ、そうそう、面白い、喋ってる間ありがとうございます、お肉、ビーフマンのお店を食べさせていただいてました、ありがとうございます、中村さん、ほら、まだ、中村さんね、でもね、小山先生と小泉さんのこのタッグって、そういう意味では、あうんの呼吸というかね、勝手にね、まあ、うちにね、いろんなことでね、はい、まあ来年には小泉さんもしかしたら客員教授かなんか、いやいやいや、もしかしたら、ね、本当でもいい話だったですよ、この間、なるほど、いや、まだまだお話が尽きないんですが、はい、この続きはまた来週ということで、はい、では一度、おいしいお肉食べましょうか、はい、はい、食べましょう、おいしい、無添加住宅をご存知ですか、食品や花粉などのさまざまなアレルギーやアトピー性皮膚炎、公害と言われている喘息など、時代の変化とともに我々を苦しめている病気は数多く生まれています。私たち無添加住宅はそんな病気のなかった江戸時代の家づくりをお手本に家を作っています。体に悪いものは一切使わない、誰もが安心して住める家を広めたい、無添加住宅、お問い合わせは 0120-610-495、 世界で一番自然に近い家、無添加住宅。住建情報センタープレゼンツ
横浜フューチャー。小泉さんのホームタウンでもある横浜、そんな横浜のおすすめのお店やスポットを紹介するこのコーナーです。今はリブロースのしゃぶしゃぶを食べています。小泉さん、はい、今回は、私から、ね、私からと言ってももうこれは小泉さんからでもあるんですけども、はいはい、ご紹介するのは、うん、横浜ビーコルセアーズです。そうですね、はい、スポットとしてはね、はい、横浜市都筑区の、はい、国際プール、はい、横浜国際プールがホームのアリーナとなっている横浜ビーコルセアーズは、まあ、横浜を代表する、プロのバスケットボールチームですということですね。そうなんです。私どもの会社も応援をさせていただくようになりました。ありがとうございます、はいはい、であの前回、うん、前回、横浜ビーコルセアーズの球団代表上田哲也さんにもそうですね、はい、ゲスト出てくれたんですけども、うん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 、まだまだ横浜ビーコルセアーズもっと応援がね、こう皆さんの応援が欲しいですよね。そうなんです。あの皆さん知ってるんですかね、こう横浜にちゃんとあのうちなんかね都筑区が近いんで、はい、ビーコルセアーズのユニフォームを着てる人とか、はい、あとポスターとか、はい、結構街に溢れてるんですけど、うん、横浜のこう端っこの方に行くと知ってるんですかね、どうなんですかね。いやまだまだちょっと認知度は低いかもしれないですが、あだとしたら、うん、もうちょっとこうね、はい、うちのラジオもそうですけど、はい、横浜、うん、ビーコルセアーズっていうのをちょっとこうもうちょっと応援した方がいいかもしれないですね。そうなんです、うん、で、なんとですね、はい、横浜ビーコルセアーズはですね、うんうん、皆さんがまったりしている、はい、三が日にも試合があるんです。ぜひこれは来ていただきたい、はい、まずはですね1月2日、3日、うん、京都ハンナリーズ戦ですね、うん、はい、それどこですか。ホームの横浜国際プールにて。じゃあ横浜の人ですね、お正月暇な人はビーコルセアーズ応援に行きましょうよ。そうなんです。あ、それか初詣とか行って、はい、あれですよ、カップルで行って、はい、ビーコルの応援をしてもっと熱くなって、はい、お三が日を過ごすと。そうですね。どうですか、そういうの。そうですね。うん、で、あの、うん、横浜ビーコルセアーズを応援するときに必要な掛け声があるので、はい、ちょっと小泉さんこれやりましょうか。はい、やりましょうか。やりましょうか。はいはいはい。でいきます。はい、まずは、はい、横浜ビーコルセアーズ、はい、まあ、バスケットボールって、はい、こう攻めてるときのオフェンスと、はい、あとディフェンスとある。はいはい、まあ、ディフェンスはあのいろんな音楽が流るんですけど、大体まあディフェンスって言えばいいんですけど、はいはい、いろいろ曲があるんですけど、はい、まずは一番大事な言葉は、うん、Go be cool です、はい、Go be cool、 Go be cool、 はい、それをやるんですね、うん、そうです。あ、なんで基本的にはこの Go be cool って言ってれば、うん、大丈夫なんです。大丈夫なんですね、はい、なんでいろんなちょっと小泉さん、Go、じゃあ最後に Go be cool、はい、Go be cool、 あ、OK です、 いいですね、これ最高です。もうそれだけ知っとけばもう be cool のブースターなれるので、なれるので、はい、もうじゃあ即席でもお正月行ってください、はい、そうなんです、はい、これ聞いてる方もぜひ会場に行って、はい、オフェンスの時に、はい、タンタンタンって音楽が流れてたら Go, Go be cool、はい、そうです、これでお願いします。まはい、そんな感じですかね、はい、はい、ということですごいグダグダな横浜フューチャーでしたが、いや、いいじゃないですか、はい、でもほらこの前上田さんが来てくれた時も、うん、この応援の仕方までは、うん、教えてくれなかったんで、これなかなかね、ホームの試合に行ってね、ちょっと定期的にやっていきましょうよ、やっていきましょうか、ね、うちの番組で。これはちなみに私があの、はい、大きな声で、はい、あの Go be cool って言ってるので、あ、やってますね、真似してくださいね、ちゃんと、うん、言ってます、はい、分かりました、ぜひ聞きに来てください、はい、はい、ということでお正月はバスケットボールを見ましょう。はい、以上横浜フューチャーでした。横浜に神戸牛専門の焼肉店が上陸、その名も焼肉ビーフマン。横浜スタジアムからわずか4分のところに横浜関内店がオープン。世界の神戸ビーフをリーズナブルにうまいビーフマン、検索はビーフマン横浜で。中堅情報センタープレゼンツ賢者の砦、そろそろお別れの時間となりました、はい、本日お迎えしたゲストは神奈川大学経済学部現代ビジネス学科小山教授、うん、そしてマット安川さんでした、はい、ということで引き続き皆さん ね、食事をされておりますけども、マットさんが、ね、こう入るとまたちょっと感じが変わります、ね、変わります か、 りますか、毒素が入っちゃうんじゃないですかね。いや、そんなことはないんですけど、先ほどからあの、ね、はい、あの小泉さんがこのしゃぶしゃぶのアクをずっと取っていて、うん、私、もう3週目私大丈夫かな、アクを取っていったら親もいなくなっちゃったんですよ。
なるほどね。なるほど。ワインもう一杯ですね。そうですね。ワイン足りないみたいですね。ということで来週もですね、大山教授、そして待って安川さんをゲストにお迎えしてお届けしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。住建情報センタープレゼンツ賢者の砦、来週もお楽しみに。パーソナリティは村上めぐみと小泉秀明でした。私は平気、テペトからくれたメールの履歴見返してうつむく俺、お前はむにゃむにゃ言いながら見てる夢に切る手、一瞬開く目、微笑みながら探す俺の腕、今こそる運命、神様がくれた何かの縁で60何億分の1の関係、偶然じゃねてこの時よ、永遠に止まれ。 A stop show はどこにもないそう、求めてる愛情締め付ける曲が流れるメディオで見つけたこの恋もはできなかったね、色を胸を締め付ける曲が流れるメディオ、どこの誰でもねお前がいる、俺の横にはいつも前がいる、どんな時も離れてても始末の終わり、知ってる、でもくじけねえ横にお前がいる、ガリゴー&And I love you so、oh, And I love you so。 台所で立てる音なぜか俺の心を落ち着かせるハテナ、それを BGM に向かう PC、 会話途切れお前は不敵気味、しみじみ思いを I love you、 だけどいずれ言葉たちのプレビューはこの背中に書いてあるもんで、あの世でしてくれ愛のインタビュー、誰のお腹をわきまえろ、俺が守るから一歩下がってみてろ、 Yo、 飯はまだか風呂が先か、お前にはさらすまる裸、路頭に迷い悩む時も、先が暗くて何も見えねえ夜も、俺についてこりゃ心配はねえ、二人で俺そこは目の血晴れ。 A stop show はどこにもないそう、求めてる愛情今も胸を締め付ける曲が流れる、この恋もはできなかったね、色を胸を締め付ける曲が流れるレディオ、どこの誰でもねお前がいる、俺の横にはいつも前がいる、どんな時も離れてても始末の終わり、こんな俺にも人生の寂しさを俺は知ってる、でもくじけねえよ、出会ったあの日チャラついた俺をお前は軽く無視、 Oh でも今はこの通り、愚痴まで全て聞いてくれるもう一人、ぼっちはコリコリ出てきたボロいカセットテープ、幼き日のお前の面影、気づいた人を愛すこと、俺の知らねえ過去こと全てを愛そう、 A stop show はどこにもないそう、止めてる愛情、今も胸を締め付ける曲が流れる。